どうも皆さんこんばんは、ご飯です。さあ今回は機動戦士ガンダム UC エンゲージ1周年が目前に迫ってるということで、まあ、今回はね UC 実況者さんたちをお迎えして1年を振り返る回をやりたいと思います。UC をねプレイしている方なら見たことあるよっていうねお名前が並んでるとは思うんですが、オレンジさんから自己紹介をお願いします。熱い実況をねコンセプトにしておりまして、1日ね 1,2 本以上、動画を上げております。まあプレイスタイルとしてはガチ勢とエンジョイ勢の狭間のような、スタイルでさせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テントモさんです。はい、皆さんどうも、テントモです。はい、僕は有線ゲージをメインで実況していて、まあ、一応元声優って感じで、まあ 声を特化しつつもちょっとあの笑いを入れたり、有線ゲージのみならず他のゲームも多種再々といいますかやっておりまして、ただ有線ゲージを今一番頑張って持ち目マックスでやっております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。続いてカズさんです。はい、ご飯チャンネルをご覧の皆さん、はじめまして、歌姫の騎士団チャンネルをやっておりますカズと申します。僕はですね、普段基本的に自分が無課金プレイヤーなので、無課金未課金の方向けの攻略動画を、毎日ね配信してるんですけれども、まあ、無課金ながらですねもうガチガチで、有線ゲージやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんのチャンネルのリンクは概要欄に貼ってあるので、ぜひこの際にチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあね、この4人でお話しさせていただくんですが、実は私皆さんとお話しするのが初めてで、はい、皆さんはもともと親交があったりするんですか？話すのは僕は初めてです。皆さんオレンジさんとはお電話するの初めてで、 LINE ではね結構あの企画とかもやったことあるのでおしゃべりしたことがあって、テントモさんとはあのその前回のコラボ企画のちょっと前にから進行が生まれ、フォローとかしていただいて、そこから関係が生まれて、今はもう結構電話とかしたりするぐらいなんか、もともと皆さん進行があるということで、楽しいねお話し会にしたいですよね。あ、もうぜひぜひ。ということで、あの UC エンゲージリリースされたのが2021年去年の11月30日だったと思うんですけど、はいはいはい、皆さんは何をきっかけにこの UC を始めて実況を始めたんですか？私はですね、何で知ったかっていうのは覚えてないんですが、多分ガンダムウォーズ別の動画出してまして、でそのユーザーの方がコメント欄でなんか新しいガンダムのゲーム出ますよみたいな感じで教えてもらって、視聴者の方に教えていただいたというような流れです。なるほど。テントモさんはどうなんですか？僕はオレンジさんの動画を見て知ったんですよ。オレンジさんの一番最初の動画が多分結構前に出てて、10月とかかな、でそれを見て知って、あ、こんなんがあるんだ、オレンジさんの動画伸びてて、あ、じゃあ僕もちょっとやってみようかなぐらいの感じで、やるかどうかまだ考えてたんですけど、大塚明夫さんがナレーションをされていて、はい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 、で大塚明夫さんと僕一度共演したことがありまして、なので、はい、そこで、あ、明夫さんがナレーションしてるゲームはやらんといけんってなって始めました。ちょっと大塚明夫さんのあのオープニングのモノマネしてもらってもいいですか？いや、明夫さんのマネはね正直あんまりやった自分の声質を考えてそうですね、ちょっと質が違いますよね。大塚包丁さんでやってきます。あ、じゃあ大塚包丁さんやってみてください。はい、女が戦場に出るなんてな、気に入らないんだよっていう。かっこいい。カズさんはどうなんですか？はい、僕はですね、多分このメンバーの中で一番普段多分ゲームとかしないタイプで、でなんか やる時もあるんですけど、やったらやったでめちゃめちゃガチっちゃうんですよ。はい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 。そうで、 G ジェネレーションの前作とか もうめちゃめちゃ張り付いて PVP2 連覇とかしたんですけど、なんかそういうので燃え尽きちゃって、でゲームをこう禁止してたんですよ。禁止、はい、でやらないぞやらないぞって思ってたのに、もう CM で有線ゲージのもう結構大々的なやつじゃないですか。はい、はい、なってましたね。そうで、僕008巻大好きなんで、で不死身の第四小隊の声優さん全員集結して、裏話みたいのをやるっていうのを見ちゃって、でまあインストールしたんですけど、はいはい、いやダメだって一回アンインストールしたんですよ。だけどガンダム好きな気持ちが抑えきれなくて、はいはい、もう次の日にインストールして本格的に始めちゃいましたね。あ、そうなんですね。なるほど。ありがとうございます。皆さんも多分この動画を見てくださってる方も、まあ、ガン
ダム好きなのは共通だと思うんですけど、うんうんうん、この大きな沼に何をきっかけにハマったのかちょっと聞いていきたいんですけど、はい、これはあの小学生の頃に、うん、なんかあのガンダムのエビ人形って分かりますかね、ガン消しか、ガン消しで、ありましたね、うん、まあ、そこで、あのたくさん200個ぐらい持ってたのかな、まあ、なんか気がついたらそれでガンダム好きな、うんうん、あのちっちゃい頃 の SD ガンダムのプラモデルとか作ったりして、うんうんうん、たら、まあ、それで好きになったような感じですね。なんかもう物心ついた時から結構ガンダム好きでしたみたいな、なんかそんな感じです、うんうん、え、僕は完全にコミックボンボンですね。コミックボンボンをあの、うん、そう、コロコロかボンボンかって昔分かれてたと思うんですけどはい、はい、で大体周りが全部コロコロだったのが、僕はお母さんがボンボンを買ってきてそこから一番最初が、しかも機動戦士 V ガンダムのラストシーンみたいな、そういうところ V ガンから始まってて、うん、時田浩一先生の漫画スタートで、うん、で高校生になって、あの機動戦士ガンファーストガンダムを夏休みに行ってみました。でその後シードが始まったんですよ。あ、で一気にハマった感じです。そこからさらに僕はですね、もう今有線ゲージは、まあ、ド M なんで縛りプレイみたいな感じで無課金でやってるんですけどガンダムフィギュアとかもうガンプラもう廃課金でもう毎月もうちょっとカードの額見たくないぐらい買ってるんですよ。でそれのまあルーツっていうのがもう本当思い出せないぐらいで、もう物心ついた時からガンダム好きで、なんか小さい時の写真とか見ると、うん、こうダブルゼータガンダムのこうおもちゃを持ってたりとかする感じで、はいはい、まあ、あとは本当皆さんと一緒です、うん、カード出すからもう元祖 SD ガンダム BB 戦士だから、もう本当もう小さい、もう気づいたらそこにガンダムがあったって感じですね、うんうん、かっこいいな本当にリアルにではここからは時系列順にこの UC 振り返っていきたいんですが、11月30日リリースなんで、まず12月ですね、まあ、あの新作アニメソロモンの悪夢が公開されて、うんうん、まあ、レイドバトルですね、シャンブロ、あーレイドバトル、うん、月末ですね、うん、なんか始まったんですけど、なんか印象に残っていることあります？シャンブローってユニコーンガンダムに出てくる、うんうん、宇宙世紀の中だったらかなり後期の、はいはいはい、しかも巨大モビルアーマーにもかかわらず、うん、めちゃめちゃ初期のシャアザクワンがめちゃめちゃ活躍したっていう、あの爽快感ったらなかったですよ、マシンガンで実弾でめちゃくちゃ武装するっていう、はいはいはい、そうだ実弾が効くんでしたっけ、そうそうそう、あれがねめっちゃ印象残ってますね、うん、確かに1月にお正月ですよ、紅白ガシャでニューガンダムとササビーが登場して、はい、でこの時に多分ねペッシェモンターニュの1が公開されたんですよね、同じ月に2個あったような気がしますね、うん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 、タコザク、うん、で最初僕あれをイカイカ言ってて白いじゃないですか、白いからイカっぽく見えてたら、その当時結構まだなんかそういうアンチじゃないけど、そういうこれタコザクですよ知らないですかみたいな、そういうのをちょいちょい言われた気がします、うん、であタコザクって言わんといけんのか口辛いなって思いましたいや私むっちゃ怒られますからね、なんかオレンジさんやばかったですね、半端な知識でそんな期待語んなよみたいな振り叩かれましたよ僕の日じゃなかったからかわいそうだった、これはもう配信者あるあるですなそう最初はね、いやガンダムだけですよ多分あそうなんですか他はそんなちょっとの言い間違いにめちゃくちゃ突っ込まれたりはしない2月には第1回クランバトル、はいはいはい、忘れもしないこれみんなやっぱ言いたいことあるんじゃないですか、はい、もうあれね、ごはんさんあの時動画出されたじゃないですか、出しました、私の一日みたいな見ていただけた時にあれ多分全てのプレイヤーが共感しましたよ、それあれです、みんなあれになりましたよね、あれはほんとしんどかったいやもうただひたすら苦行でしたよね、トップ取るにはもうずっと張り付いてそのずっとやってないといけないっていうね、うんうんうん、多い工夫とかじゃなくてずっとやってないといけないっていう、その時間がある方がトップに行けるみたいな、なんかそんな仕様だったと思うんですよねうんうん、うん、でこれはちょっともう次回ないなって思って、まあ、いろいろ配信してたら、まあ、他の配信者の方々もこぞって、いやこれきついなみたいな、うん、いや、まあ、みんな同じなんだなって、そうですね、で、まあ、ちょっと安心したなっていう記憶があります、うん、しかも僕らって貼り付けながら、ね、撮影して公開しなきゃいけない、うん、当時のその直前のペッシュのイベントが命巡り合いだったんですよで命削り合いっていうのがありました
好きですもんね。うまいなそうなんですけど、あれなんかちょっと何時間かだっけ休憩時間あった、ね、夜の深夜のね。そうで、前に D ジェネレーションでその PVP2 連覇した時は24時間張り付きだったんですよ。あだからそれを 2週間連覇したんで2週間やったんですけど連覇したんですよ、ね、だけどその時何時間か休憩あったにもかかわらず、はい、疲労度がその時の日じゃなくて星を感じましたね。クランの中でこう攻撃隊長だとか防衛隊長とかを任命できて、みんなで時間揃えてそこになんかチケット4のやつを取っとくとか、なんかその隊長とか守備隊長とか良かったと思うんだけど、やっぱりねクランバトルとの相性が悪かった感じがします、ねうん、そうですね、別のところで使ってほしいな、うん、なんか作ってほしいですよね、はい、うんうんうん、そこはね今のクランバトルにそこをね付加するだけでまた変わるじゃないかなと思いますね、うんうん、ね、うん、やっぱあれで結構クランの結束力が強まったっていうか、結構私もモチベがずっと高く続いてるタイプでもないので、うん、はいはいはい、やっぱちょっとログインがおごそかになったりする時もあったりしても、うん、やっぱクランがあるから帰ろうみたいなのもあります。それはありますね、うん、確かに。でもそれこそごはんさんの動画の中で言ってた、いつかこのね苦しい毎日がなんか笑って話せるような日が来る時のために私頑張ってますって言ったフレーズがめちゃめちゃ胸に響いてる。今笑ってるわ。その気持ちを胸に今日まで頑張ってきましたよ。その気持ちを胸に今日まで。すごい。でも皆さんすごい最速で動画アップロードされるじゃないですか。オレンジさんね、うん、特にオレンジさん特に、はい、特に打者動画とかよく上げるんですけど、うん、はい、あの打者引く前に今回こういう性能ですねっていう時に私の言うこと間違ってないかなっていうのでオレンジさんのとか見たりしますよ。あーなるほど、なんとも、うん、完全に間違ったことは言っちゃダメだって思うし、でも私ガチ勢じゃないからそんな丸パクしたようなことも言うのも違うけど正しいかどうかだけ確認しに行こうみたいな、まあ、でもそれもあのね、あのデマとかね、なんか変なご情報を伝えない意味では賢い選択かもしれませんね、うんうんうん、なんかあの結構あの読み間違えたりねすることもあるので、まあ はいはい、どんな動画でも言うけど、そのあのいろいろ言うけど鵜呑みにはしないでくださいね。はいはいはい、ね、オレンジさんがたまに変なこと言うと、うん、まだ進行できる前からオレンジさんが間違ったこと言ってるんで、うん、ちゃんとした動画出してくださいって僕のところにヘイトが来るっていやー、まあ、でも、ね、だってあの参考にしていただいてる方がいるっていうのはやってる上ですごくあの励みになるし、あ、うんうん、よりそのちゃんとした情報を伝えないといけないなっていう、確認してからやらないといけないなっていう気持ちは高まりますよね。でこの3月の情報局ではあれですね、モジュールの交換履歴をリーダーが見れるようにするみたいな、そんな話も出てます、ね、見たことあります、履歴最初だけですね。履歴見て一回ショックだったのが、すごいあの親交深い方であのちゃんと交流してるのに実は R モジュール送ってたり、あれですね、はい、人狼ですよね、人狼僕なんてなんかあのクランのおっちゃんの中でなんか SR、うん、R とかが回ってきてます、気をつけてくださいみたいな言った人がいて、うん、で誰だよと思って、うん、そんなのする人いるのと思って自分で履歴見たら自分が間違って送ってたと思って、ごめんなさい僕でしたっつって。ロハンさんは何かありました、そういうの。私は流れてきたことないんですけど、おー、優秀。多分割と私のクランにいる方が昔から私の動画を見てくださってる方とか、なんかでもちゃんとあの言うこと聞いてくれる方たちなんで、言うこと聞く協力的です。モジュールの交換も多分昔って一つずつ選択しなきゃいけなかったとかあったんですけど、懐かしいですね。結構 UC ってこのゲーム内の UI の更新がめちゃくちゃテンポが速いなっていうのが私結構印象的なんですけど、あ、それはありますね、うん、確かに回収割としてくれるっていうのは他ではあんまそんなこんなテンポがないです、ね、そうですね、このスピード感は他はなかなかないと思います、うんうんうん、あのユーザーの意見を聞き入れるなって思ったのが、アリーナで確か防衛編成をなんかあのクエスチョンハテナにして見えなくするっていう仕様を運営さんがやりますって生配信で発表したんですよ。はい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 、チャット欄でそれはダメだろうみたいなわーってこうあったらしくて、はい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 、それからそれを見た運営さんが、あ、じゃあこれはもうやめとこうみたいな感じでその英断されたんですね、うん、だからこんだけそのタイムリーに
やろうと思ったことをやめるっていうことをやったっていうのはやっぱりユーザーの意見を本当に聞き入れてるんだなって思いました、うん、そうですね、今度こう回収していくっていうのも納得できるなっていうね、うん、なるほど、そういういい方向に持ってきたさは見えてるんですよね、うん、その方向性がちょっと違ったりすることがあったりしてそこでユーザーがそう意見言ってこれはこの方がいいです、うんうん、ああそうなのかってなって変えるみたいな、そんな感じで、うんうん、なんかこうやっぱりガンダムのゲームだから人気出てほしいんですよ、うん、なんか、うんうん、こんなもんじゃないだろうガンダムはって思うんですよ、うん、そうだからやっぱり求めてるレベルがやっぱどうしても高くなってしまって、うんうん、なんか今までこう回収してきたところとかもすごいこういっちゃうと最初から考えれば分かったよねみたいなところも結構多いじゃないですかなんかこうまず普通の人気ゲームが持ってる一定のレベルまでは早く上げきってほしいんですよ、うん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 、でそっから上行かないと多分、ね、なかなか厳しいんじゃないかなってちょっと正直思います、うん、ね、最初から考えるとかなり上がってますね、そうですね、最初から考えるとかなり上がってます、うん、4月なんですけどあれですね、極み限定のフルコーンが出て4月30日に立像記念ガチャが発表されるっていう、僕自身がいつも限定機来たらすぐに強化するのに、うん、あの生配信が終わるまで一応次のリリース情報がないか待って、うん、終わった瞬間にガチャ引いて強化したのにすぐに発表されましたからね、そうそう、うん、あ確かにすぐ来ましたね終わった後ね、はい、うん、同じ輪立ちを踏まないためにその周年の時はより慎重に引いていかないといけないねっていう感じですね。そうですね。もうやらないでしょ。それもう本当にたまらんのですけどね。やりかねないと思いますね。いや、6月でハーフアニバーサリー迎えたんですけど、何か印象的なことはありました？まあ、僕あのそれまで、まあ、こっち個人的な話にもなっちゃうんですけど、うん、で僕無課金プレイヤーなんで、うん、ダイヤに限りがあるわけですよね、うん、あそうですよね、だからもう聞けなかったら終わりなんですよ、あそうですよねっていう、まあ、もちろん自分でやってるんですけど、その究極の追い詰められた状況の中、うん、それまであの神引き男的に僕実はリスナーの方に言われてて、はいはい、もうずるいぞみたいな、お前無課金なのにみたいな、うん、もうアンチコメもいっぱい来るぐらいだったんですけど、うん、まあ4にもよってその時ぐらいからですよ、クセイガンダム100連超えたんじゃないかな、こんな立て続けん時に来るかみたいな、ガシャの仕様が変わったんですよ、あのすり抜けが多くなるように変わった時だったんですよね、はは、うん、それ以降でもそこでもフェネクスも70連とかかかって、えパイロット引けなくてクセイ100連超えてみたいな、うん、そうですね、だからもうそこになってからもうドツボにはまっちゃって、はいはいはい、でその僕のハーフアニバーもそういうあの爆死っていう思いですからで、ただあのセレクトガシャがあったじゃないですか、 あ、はい、あそこであのプレゼント嬉しかったんで、うん、あそこでいただいた4号機と、シーマ様は今でもあの、はいはいはい、レギュラークラスで使ってるっていうね、あそこでゲットされたんですね、はい、そこはもうありがたい、ありウエイさんありがとうございましたって、ここでちょっと好感度上げておきますけども僕まだ持ってますよ、まだ使ってないです、チケット2つとも使ってないです。去年 1年一番最初のと2番目のやつ。保存してます。ジラシプレイ。それって増えてくんですか？ジラシプレイ。あ、増えていきますよ。増えてはいかない。ですよ。半年分だけですよね。そうです、そうです。まあ、ただあの、マックスステータスはしっかりあの上がってね、見れるから、その時の一番強い状態が。確認のために撮ってます。確認のためにやっぱり変態ってことでいいですか？カズさんと同じだから一番最初のチケットはもうほとんどの機体もキャラも貫突になってるから必要なくなってるんで、うん、この1周年のタイミングで蓋を開けるかって感じ。でもそれも楽しいですね、タイムカプセルみたいな、うん、そうそうそう7月にペルライダー、8月にあれですね、ニコンペルフェクティビリティ登場してますが、はい、何か思い入れのある思い出とかあります？僕はだから7月じゃなくて8月からだから今、まあ、つい直近のペーネロペはダメでしたけど、うん、はいはい、ガシャウンがえらい神引きタイムに入ってしまって、おおすごいですね。そう、8月きっかけですね。その V2 最初爆死して2回目の V2 リベンジから、うん、そうです、 EGA 全部毎週引いてますから、お、うんうん、僕もそんなね、美課金プレイヤーではあるので、うん、そんなに大きくは課金できないので、うん、でもそれでも全部ほとんどの、うん、特に9月10月は全部ペネロペ以外引けてるんで、そうそう、だから、うん、8月からなんか嬉しいって有権劇で楽しくなってますね。反発心ですからね。反発心だったんだけど、その途中から10連心にもなって
ったりして、ペルフェクティビリティには本当に思い入れができていて、うん、例えば、うん、今やってるクランバトルでも一番 DPS 出せるのペルフェクティビリティなんですよね。でそれと同時に出た、なんでかっていうとそれと同時に出たバナージュが優秀すぎるわけですよ。あ、そうですね。で結局 バナージュって V2 にも乗れるし、サザビーにも乗れるし、いろんなの乗れるんですけど、やっぱり全出しできるのはペルフェクティビリティなんですよ。でもう今も活躍してくれてるんですけど、それこそ、ね、配信者ガチバトルでオレンジさんたちと戦った時も、うん、オレンジさんの貫突 V2 を僕の無凸ペル、あ、簡単に無凸ですよ、無凸ペルコで立ち向かうために変装強化やりまくって、うん、ね、オレンジさんが V2 回避盛りまくってるから僕は変装強化で命中盛りまくって、なるほど、ひじこで振り分けを振り直しとかもしながら、あの V2 を倒した記憶があるんで、まあ、だからこれでやられたのか。そうですね、めちゃめちゃ研究しましたからね。だからそういうこう、なんかペルフェクティビリティにはね、すごくそういった思い入れがありますね、うん、なんか愛着があります、ね、うん、最近の話になってくるんですけど、9月は福岡サザビー、うん、オーベロが登場して、10月にエンゲージゼロインコムという流れになっておりますが、まあ、ペネロペまで来てますね。あとシャズゴですよね。ああ、9月になってからなんかもう通常機体がむちゃくちゃ強くなったんですよね。そうですね、一概に秀でた機体がまあ多くなってきて、うん、はい、だから、はい、取らないとなんか勝てないよねっていう、うん、なんか風潮になってきつつあったんですけど、うん、その中で、うん、そのじゃあどれも取らなきゃいけない中で、じゃあどれ選ぼうかっていうような、だから本当に、先見の目というか、うん、本当にそれが必要になったなって思っていたのが9月以降ですね。確かにもうアリーナの本当トップ勢とかは全部引いてないとダメですからね、うん、ジオンも避けれないし、うん、ボコボコにやられたもんねそうですよね、急にもう9月からジオンがそんな怖くなくなってますよね。ざっくりね1年振り返ってきたんですが、皆さんおのおのそれぞれ思い入れのあるね、はい、ストーリーがあるようで、視聴者の方も結構うなずいてる方いらっしゃるのかなって感じですね。で皆さんね、こうチャンネルを実際運営されてるんで、うん、UC でこう今まで動画上げてきて、ご自身の中で結構印象に残ってる動画ってありますか？うん、あの私オレンジから言ったらもらいますと、はい、つい先日行ったその UCE ネーションズリーグっていう、その配信者同士こうドンパチやり合う動画を出させてもらったんですけど、うんうん、まあ、それがすごい思い入れがあって、うんうん、そこに至るまでのその準備であったり、絶対負けられないぞっていう気持ちだったり、そういった思い入れがすごい強かったので、うん、僕も確かにそれも記憶に新しいですし、うん、ただまあ一番やっぱり最近の僕はあれですね、うん、バンシーのルンとリビーマスターズのあの超神引きっていうか、二度とできない、ね、うん、伝説の引きをしてしまったっていう、あれがやっぱり一番記憶に強いし、一番あの高評価いただきましたね、優勝で。あれ 全天山ファンが涙しましたからね。そう。そうで、ちょっとアンチの人もおってなった感じのあれですね。なるほど。僕はですね、もう本当それこそね、いっぱいあるんですけど、そういったこうガシャ続いて、えみたいな状況のが福岡ニューガンダムのガシャの時、はい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 、にで、まあ、引いていって。なんか沼っちゃったって言っても、普通に見たら沼じゃないんですけど、僕無課金なんで、うん、本当にダイヤがないっていう状態で、うん、で50何連回して最後のゼロまで回して出なかったんですよ。はいはい、でもう本当にもう気分もう本当にめちゃくちゃ一番沈んだから沈んで、うん、その時あのマスターバトルっていうのがやってたんですよ。はいはいはい、でほとんどの人が結構、まあ、クリアあんまりできないみたいな時だったんですけど、うんうん、あれクリアしたらダイヤ取れんじゃん、まだクリアしてなかったですね。まだ始まった間もない。あ、なるほど、倒してやるって思って、うん、めちゃめちゃその場で攻略して1000ダイヤ取ってきて、うん、でも1000ダイヤだけだから単発しか回せないんですよね、うん、3000くれよ、うんうん、で回したら最後の最後で福岡ニューガンダムが出た。反発です。ごい、なんでその絵に描いたようなストーリーは。だから絵に描いたような神回だったんで、自分でサムネに神回って入れました唯一ごはんさんは何かないですか、印象に残ってるやつ。でも私は先ほどやっぱり話に出してもらったクランバトルの動画は、なんかゲーム画面を映すっていうより、あの本当に共感を得たかったんですよ。うん、あれでもやっぱ UC 配信者の中でゴアンさんにしかできないその Vlog 的なね、なんかすごくこうね、普通の YouTuber っぽさも入った素敵な動画でしたよね、うん、ありがとうございます、うんうんうん、なんか私あのゴアンさんの動画で
結構初期なんですけど、はいはい、確かね、何かのミッションの時にジムをむっちゃ育てましたと。で、はいはい、なんか攻略試みますみたいな動画があったのがすごい印象的で、はい、あ、なんかすごいそこに目をつけるかみたいな、なんでジムやねんみたいな。押してあげてみたら、そのごはんさんは、あ、ジム好きなんだって。そうなんですよ。分かった、なるほど、納得したなって、はい、なってね、これ聞いときたいなっていうのがあって、1周年で、まあ、多分ほぼもう 100% この限定機体やキャラクターは登場すると思うんですよ。それのちょっと皆さんの予想を聞きたいなと思ってて。なるほど。あ、もうなるほど、予想っていうか動画出しましたね。同じ意見だと思う、はい、じゃあ私、じゃあ先言っていいですか。はい、はい、どうぞどうぞ。私ジオングだと思うんですけど。あ、多分全員そうですか。あ、全員そうなんですか。どうなってもジオングでしょ。そうなりますね。そうですよね、やっぱり、うん、ジオングとラスガンじゃないですか。でもラスガンダムって頭がないガンダムってことですか、うん、そうそうそう、もうそこで出しますか。有志演劇が終わるタイミングかと思ってた。うまいこと言うな、テンさん。そして演技でもないな。イベントとかだとは思うんですけど、モビルアーマーなんで、ララーとエルメスとか。ニジハロコインのキャラクターだ。ああ、はい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 、それか総力戦とかどっちかでしょうね。すごいよ、そうです、総力戦もありますね。うんうん、確かに。ハロコインか。じゃあ、満場一致でジオングってことで。それこそ運営さんってユニコーン好きじゃないですか。縁起がいいみたいな感じで、フェネックスの NTD とかが来て、なんかこうね、あの金でこうおめでたいみたいな感じでやるかもしれないなと思っちゃったんですね。それかユニコーンの覚醒バージョンとか。そうですね、それもあります。はいはい、ユニコーンって言えばありえるわ。うんうん、じゃあ最後にちょっと皆さんやっぱがっつりこう UC をプレイされてる方ばっかりだと思うんで、例えば今後こうなってほしいなとか、こういうのが追加されたらいいなみたいな、なんかこう要望ではない、なんかこうこうなったらいいなみたいなのを教えてもらいたいんですけど、まずなんていうか、アリーナのもう少しその大きな大会みたいなものをやってほしいですね。ガンダムウォーズっていうのをやってるんですけど、はいはいはい、UC エンゲージと一緒で常設でそのアリーナがあるんですね。はい、そこは別にその月に1回グランドアリーナっていうのが開かれるんですよ。ほう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 。つまり今 UC エンゲージって6対6で戦うんですけど、それを3戦行うとかね、こう BO3 みたいな設定しなきゃいけない機体も増えるじゃないですか、うん、でその月に1回っていう限定的なイベントだったら、まあそこに向けて育成頑張ろうかなみたいなのにつながると思うので、そういったそのちょっとこうアリーナをより大きくしたイベントっていうのをやってほしいなって思いますね。うんうんうん、はいはいはい、天童さん何かあります？全部よりよく、全てがバランスよくやった。特に育成ですかね。はいはい、育成を、うんうん、もっと、うん、もっとやってほしいし、あと言うたら、まあ、やっぱりガシャのね、うん、はい、なんというか調整でね、うん、もっと、はいはい、やっぱり今も決め上げてる人の方が多分多いと思って、うん、はいはいはい、うん、もっとお得に天井も言うたら、まあ、200もよく下げてもらったけど100、ね、キャラガシャもあるんだから150、150にしてもらうとか、うん、あと途中でおまけでね、なんか設定してもらうとか、はいはい、ね、ユーザーがお、これはやりたくなる、うん、ね、もし爆心してもまあ続けようみたいな、それぐらいの、ね、うん、なんかポジティブになれる要素をもっと基本的な部分で増やしてほしいな、うんうん、天井100の方が回しますよね。そうなんですよね、そうなんですよ、何回も言ってんですからね。3つまで持っていける夢もありますしね、うん、100連打、うんうん、キャラガシャと分けてるから全然やってもいいと思うんですけど、うんうん、カズさん何かありますか。言おうと思ってストックしてたことをほとんどオレンさんとテンさんが言ってしまったので、うんうん、やっぱさっきも言ったようにガンダムこんなもんじゃないだろうっていうのがやっぱあるので、うんうん、大ユーザーとか始めた人がもうすごいこのゲーム楽しいってまず思えるようなゲームにしてほしいんですよね、うんうん、だからなんか今みたいなもう初心者はもう一瞬で全員全滅しますみたいなイベントはちょっとやらないでほしいですし、もちろんあの売り上げとかってすごい大事だと思うんですよ、うん、で今まで僕もねガンダムゲームやって何回もこうね、あの一緒にねうまくいかなくてみたいな時期もあったので、はい、すごい運営さんの気持ちも分かりつつ、はい、でもやっぱりさっき皆さんがおっしゃってたみたいにこう売るためにじゃなくて楽しいから売れると思うんですよね、うんうん、だから
あとガシャもそう出るから回すっていう、うん、そのこう渋ったら多分どん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 マイナスの方に行ってしまうと思うんですよね、うんうんうん、そうだから、はい、なんか本当なんかもう楽しいからガシャ回す、楽しいからやる、ガンダムだからやるじゃなくて、うん、楽しいからこれやるみたいなね、こう本当ライトユーザーとかまでも幅広くね、アナリティクスとか見てもやっぱね、あの若い方ほとんどいらっしゃらないので、うん、まあ、そうですね、そう、そうですね、中高年がね、はい、そうです、学生のみんながそうそう、はい、学生のみんながこのガンダムゲーム楽しいよってなって、うん、なんかどん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 この有志演劇を通じてガンダムを好きになってくれるようなゲームになってほしいなと思います、うんうんうん、今ね水星の魔女もやってますしね、そうなんですよ、うんうん、チャンスなんで、多分カズさんとかテントマさんがお話に出してくださったのすごい同じような内容なんですけど、はい、今本当に水星の魔女がすごいバズってるじゃないですか世の中で、でそれでガンダムに興味持って、うん、あの何から見ればいいですかとかの結構やり取りをツイッターで見たりするんですけど、あ、はいはい、まさに有志演劇ってこの宇宙世紀っていうものをすごく効率よく振り返れると思ってて、うん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 、例えばあこのお話面白いって思ったらその08だけ見てもいいし、うん、すごくデビューに最適だと思うんですよ。確かに。で、運営さん優しいのがあのストーリーは見れるじゃないですか、無課金でも、はい、初心者でも、うんうんうん、そういうなんかこう興味持って入ってくれたライトユーザーの人が続くようなゲームだったらいいなと思います、うん、まあ、本当オリジナルアニメーションのクオリティはもう本当にどこのゲームにも負けてないので、うん、やっぱゲームがやっぱそれに追いついてくれればね、うんうん、あのものすごいゲームになると思う、はい、だからもうねそのストーリーだけ、うん、ストーリーのために続けてる方も多分いらっしゃると思いますね、うん、そうですよね、うん、あと私女子ユーザーがいるはずなんですよ、数少ないけど、あもっとつながりたいんですよ、うん、あだから今度ごはんさん、うん、ぜひあの歌姫の部屋でパン君とコラボしてください、あパン君大好きなんでコラボしたいです ぜひお願いします、はい、近いやないか、はい、いやー、本当楽しい時間をありがとうございます。なんかこう、こうやってこう有志エンゲージに関して、その LINE とかそのチャットでいろんな人とやり取りするっていうのはよくあるんですが、はいはい、こうやって実際にあの話すことっていうのはなかなかないので、本当にあの、うん、楽しい時間をありがとうございます。設けていただいて。チャットだと分かんないその人間の、ね、うん、感情を乗せて、ね、声で喋ることがやっぱり、うん、はいはい、うん、これでお互いのその意見聞くのってすごい重要だし、うん、楽しいし、運営さんともやりたいですね、うんうんうん、なんか国屋さんと話したいですね、コラボとか、うん、運営さんとなんかつながれたらすごい盛り上がると思いますし、ほうほう、できたらいいなっていう。 UC に限らずソーシャルゲームの運営さんってものすごい YouTube とか SNS のツイートとかチェックされてると思うんですよ、うん、めっちゃ見てますよ、そうですね多分これ見ていただけるとは思うので、多分通じますよ気持ちは、うん、お願いします、うん、国安さん、うん、じゃあカズさんお願いします、はい、ごはんさん、オレンジさん、天童さん、本当あっという間のね楽しい時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんかあのやっぱ普段からね僕自身こう上さんがね見てくださってるみたいな直接いただいたりもしてますし、うんうん、なんか僕らってやっぱ配信者としてこうユーザーの他のプレイヤーの方々の声をこう上さんに届けるっていう役目もやっぱ担ってるなってすごい思っていて、はいはい、で特にやっぱね、うん、あの皆さんやっぱチャンネル登録数お持ちの方々ですし、で、まあ、僕も本当その中に混ぜていただいて光栄だったんですけど、もう本当さっきねごはんさんとテントマさんとかもおっしゃってました通り、こうなんかこう僕らのこういう声がね本当運営さんに届いたらいいなと思いますし、なんかやっぱ他のね人気ゲームとかでもやっている通り、こうどん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  YouTuber を巻き込んでやっていった方が、まあ僕たちなんか本当無料の広告塔なんで、ガンガン使ってもらってるんで、あの本当に一緒にね、あの運営さんと一緒に有志演劇盛り上げていきたいという気持ちにもより一層なりました。本当皆さんありがとうございました。ありがとうございます。どう言った？熱い思いが入りきらなかったそうまだまだ言いたいこともあるということでね、またあの、うん、よろしければこう定期的にね、はい、行いたいですね。ぜひぜひよろしくお願いします。ぜひね、あの動画を見てくださってる皆さんも、ここにいらっしゃる皆さんのチャンネル登録、そしてあのまたなんかご意見とかね思ったことあったらコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。